コンチネントの海の親、オチです。そして猫が大好き、漢字が大好き、食べるの大好き、この世の終わり、この世の始まり、ウイです。お願いします。よろしくお願いいたします。いや、意外と自己紹介にインパクトがありましたね、ウイさん。いや、あの、うん、この世のシリーズはちょっと、うん、あの、私のキャッチコピーかなと思いまして私自身、漢字と猫が大好きです。めちゃくちゃ完成度高い自己紹介でした。あー、そんなプロユーチューバーにそんなことを、お褒めのお言葉、めっちゃ嬉しいです。この世の始まり演劇やってたんですか。いや、その演技力はただの一回の人間です。素晴らしい、なんかこうパフォーマンスぶりを見せてもらったんでね。いやなんか期待が膨らみますけれども。いや、おちい先生、ね、ありがとうございます。僕先生なんですか。先生です。うーす。じゃあ今回の動画なんですけれども、ウイさんを僕はね、お招きしたのは女流漢検一級レピューターで噂のウイさんということで、今回僕は呼んじゃいました。あ、呼ばれちゃいました。というわけでね、早速いろんな質問をインタビュー形式でやっていきたいと思うよ。思うよ。おっちいの感じ、大殺人。じゃあ早速やっていきましょうか。はい。はい。まあ最初の質問なんですけれども、はい、まあウイさんってどんな人なのっていうのはね、まあちょっとまだ皆さん知らない人も多いかと思うんでね、ちょっとウイさんまずは自己紹介をしていただいてもいいですか。イエーイ。よろしくお願いいたします。よし。ウイさんのお名前は。あ、はい、私ウイと言います。はい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 。よく初イと間違われる、初めての子供の子供と書いてウイと言います。あ、初めての表外読みで失礼しました。はいはい、ウイというところがあるので、漢検漢字辞典第2版をお持ちの方はチェックお願いいたします。うん、それから生年月日ですね。平成生まれの平成9年3月12日、西暦で言えば1997年生まれです。はいはいはい、現在25歳です。一応関東に住んでいますね。うんうん、関東の方はもしかしたらお会いできるかもしれません。よろしくお願いいたします。ウイさんが漢字にハマったきっかけって何なんですか。いやー、なんか自分でも、もともと小中学生の時は、はいはい、自分が漢検一級リピーターをしているなんて思いもしませんでしたね。はいはいはい、というのも義務教育時代は本当に漢字が嫌いで、漢字アレルギーぐらいだったんですね。いやー、30人ぐらいいるクラスで、小学校の時なんか、はい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 、自分だけ居残りして結局最後まで書けずに返されて、漢字ドリルすら学校に持っていかないという超絶問題児な人間でした。はい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 、中学生の時ももう白紙ばっかりで、ちょっとずるい方法を使ってやろうかなって思っていたぐらいのいけない人間でしたね。結構居残りするってことはトラウマにならなかったんですか。いや、結構トラウマでした。なんか漢字すら嫌いに、その後の勉強も苦手になってはいましたね。でも漢字を好きになっちゃった。なっちゃったんですね、はいはい、大学入る高校3年生の冬ぐらいからですね、うんうんうん、はい、先ほどオッチーさんからもご紹介いただいたように、令和2年の2回試験から漢検1級リピーターをさせていただいております。はいはい、じゃあまず私の漢字歴についてお話しさせていただきますね。これが漢字アレルギー小中学生時代です。はいはい、漢字が苦手、自分だけ居残り、ハイテスト常連、テストは白紙、例えば原っぱの腹、細かいが書けませんでした。まあまあまあ、なんか原っぱの腹はここの払うところが書けなくて、ないものと認識していて、細かいに関してはさらに上回るみたいな感じで、細かいの駒がひらがな、貝を海にあるシェルの貝で書いていたことがありましたね。じゃあどんどんいっちゃいますね。はい、じゃあこれですね、漢字にようやく興味を持ち始めた時が漢検で、自分ちょっと受験するのが遅かったかもしれないんですけれど、はいはいはい、なるほど、先生たちもやっぱり大学受験のため資格を取っておきなさいって言うじゃないですか。高2の10月に初めての漢検で3級に受かりました。それまでちょっと中学生の時とか、はいはいはい、漢検自体受けなかったっていうのもあるんですね。うんうんうん、なんか自分が受けたところで落ちるんじゃないかっていう懸念もあったんです。というわけで高2の10月からさせていただきました。うんうんうん、続いて高2の2月ですね、平成25年の3月です。準2級受かりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
初めて受かった時どうでしたか、関係。なんか、すごく嬉しかったです、うん、やっぱ嬉しいよね。資格に書けるなっていうのはあって、うんうん、自信にもついたかと思います。やっぱね、合格することによって自信にもつながると思うんでね。しかも本当によっしゃって感じじゃないですか。よっしゃって感じです。よかったね。なんか、殻が抜けるような感じがしました。そうですよね。やっぱり新しいことに挑戦するっていうことはなんか殻を破るっていうね、なんか今までの自分じゃないっていう感じはしますよね、うん、なんか新たな自分をね、開拓しちゃったみたいなね。あ、開拓いいですね。いいね、やっちゃったね、開拓ね。イエーイ。感じ好きになっちゃいました。なっちゃいました、ね、なっちゃいました、ね、なっちゃいましたね。じゃあ、はいはい、続いて、はいはい、高3いきます。はい、はいはい、平成26年の第1回試験、うん、2級に受かりました、うん、その時自分吹奏楽部員だったんですけれど、うん、もう夏休みないですね、うんうん、ずっと土日も練習漬けでいつ休むのみたいな感じで、うん、はいはい、感じだけに。とりあえず2級は受かりました。で、高3の2月ですね、平成26年の2月です、うん、受験はしてないんですけれど、うんうん、ここの2級受かったことの調子に乗ってしまったのでしょうか、私という人間は、うん、調子に乗ったんですか。調子になりました。で、書店で準1級を、うん、テキストを購入しちゃいました。はいはいはい、読み始めて、うん、やっぱりここまで来たから次も行こっかなって、なるほど、思ったんですね。素晴らしい、調子に乗った結果です。どんどん上行ってね、行っちゃいましょう、はい、行っちゃいましょう。やっぱりなんか2級までって常用じゃないですか、うん、確かに。11級見たときに、うん、何これみたいな思うよね。1級持ってる人ってどんなキリンジなのかみたいな、うんうんうん、どんな優れた仙人なのかみたいな、はいはいはい、もう見当がつかなくて、うんうんうん、これって中国語検定じゃないのかなっていうのも思いますね。うんうん、そう。でも読めると、うん、あ、こんな最初読めなかった字が読めるようになってきた、あ、自分すごいみたいな思った方もきっと、うんうんうん、関係税あるあるなんじゃないかなっていうのは思いますね、うんうん、やっぱり関係順位級ってなるとやっぱこうマニアックな世界というか。あ、マニアックです、うん、やっぱ漢字そのものが難しくなるじゃないですか。常用外ですもんね。そう、常用外がやっぱり多いからやっぱ取っかかりにくいっていうのもあったかもしれないけども、まあ、それとは裏側に、はい、やっぱ興味が湧いてくるようですよね。なんか読めると世界がやっぱりうわーって広がって、うん、そうそうそう、やっぱ自分の行動範囲が広がってきますからね。これで漢字を通して、うん、さらに友人やネットワークがつながるとはその時は思ってもいませんでした、うん、SNS の存在でかい、大きいです。そう、独学これはちょっとできませんね。独学に走っちゃったね、やっぱなかなか受かりづらいんでね、はい、受かってもモチベーションっていうのがつながらないですよね、うん、モチベーション大事ですからね、関係はね、はい、まあ、他の試験もそうだと思うんですけど。じゃあ晴れて私も高校を卒業し大学生になりました。はいはいはい、はい、そしてテキストもさらえたし大丈夫だろうと思って調子に乗ったのが落とし穴でした、うんうん、大学1年生の10月、平成27年の2月、漢検準1級初受験で初めての挫折を味わいます、はい、はい、初めての不合格10点足らずで、うん、150点で大泣きです。惜しい。いやー、この10点っていうのが結構きついですよね。いやー、これは悔しい思いされたんじゃないですか。いやー、めっちゃ泣きました。周りの友人にもドン引きされるほど、うん、泣いてましたね。なんか150って合格に近いようで近くないので、なんかすごい複雑なんですよね。しかも常用までの2級だったら、うん、テキストでも 100% とはいかないんですけれど割と対応ができるんですけれど、はい、準1級でどうやって対応すればいいの、うんうん、周りにも準1級受けてる人がいないみたいな状態だったので。なるほど、本当に途方に暮れてたんですよね。それはちょっと心寂しくないですか。いやー、めっちゃ寂しかったです。はいはいはい、なんかそこで SNS の力を借りたみたいな。あ、ちょっとまだ早いです。あー、まだなんだ。1級チャレンジャーになってからです。なるほど、そういうことか。はい、はいはい、そこで、はい、大学内に運よく、うん、漢字にお詳しい先生がいらっしゃったので、ちょっと関わらせていただくことになったんですね。弟子入りみたいな感じで。なるほど。それで先生のところに空き駒、はい、さえあれば、うん、研究室に行くとか、はいはい、分からないことがあればメールで聞くみたいな、多いね、ことを聞かないとダメですね。うん、いいキャラ。いい関係。いい関係です。いい関係だ。それで、うん、大学1年生の2月、はいはい、平成27年の3月、うん、誕生日迎えるちょっと前に合格発表を知りました、はいはいはい、うん、
で160リテンぐらい。おまあギリギリですね。まあでも受かれば良いですね。はいはいはい、はい、受かれば。じゃあ晴れて準1級合格しました。ありがとうございます。ですね、イエイ。いや準1級合格した時はどんな気持ちですか。いやなんか、うん、これで1級の勉強ができるみたいな感じで。なるほど。やっぱり準1級ってなると、うんうん、なんか特別感が今までとは違いました。うんうん、マニアックな受講が多いからですね。そうですね、受講とかも結構難しくなりますから。ああ、難しいです。なんか例えばなんだろうな、陰順こそこそかね。そう、難しいからね、受講はね。日常では普段使わないですよね。そう、普段使わないからこそ、まあなんか面白みがあるというかね、はい、いろんなこう世界に溢れるというかね、準1級。なんかテレビ番組で見たのもなんか、うん、あ、これ知ってるみたいな、私天才っていう錯覚もちょっと、うん、なんか覚え始めました。おお、いいね、どんどん突っ走っちゃってください。ありがとうございます。じゃあそれで大学2年生の時、この時は私はちょっと、うん、学業をおろそかにしていたという強めの反省点があります。反省点、本当に実習行けるかもどうか分かんなくて、うん、あなたこのままじゃ実習行けなくて単位も落とすよみたいな、うんうん、卒業も大丈夫みたいな状態で、うん、視聴者の皆さんには私はちょっと反面教師みたいな思ってもらえればと思います。はい、大学2年生から大学4年生の時ですね、はいはい、学業優先のためなんと私は最大のピンチに陥ってしまうのです。ピンチ、はい、どんなピンチですか。こんなピンチです、はい、教員から関係ストップをかけられる、実習、国家試験、卒業論文、地獄の日々が続く、うん、はい、というわけなんです。地獄ですか。なんか関係あっての人生だったので、はい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 、人生って言っても高3の終わりぐらいからなんですけれども、はい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 、結構それは厳しかったですね、うん、なんか卒業も怪しい、実習も怪しいみたいな、うんうん、ましてや関係すら取られる、私どうしたらいいのみたいな途方に暮れる、さらに上回る状態がありましたね。はいはいはい、はい、結構きつかったです。どんどん紹介しちゃいますね。どうぞどうぞ。大学3年生、はい、2月、平成29の3、難しい回ですね、まだ平成29年度。はい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 、関係1級初受験をします。なるほど。この時長期実習が真っ只中な状態だったんですよね、うん、なので実習終わってから、うん、郵送される不合格結果を見たという記憶が残ってますね、はい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 、114点、立ち直れませんでした、なんかしばらくベッドの中にくるまって、まあ、これも泣いていました。うん、うん、この世の終わり状態です、うん、この回結構難しかったらしいですね。いやなんか霊学形成とか出てきて、うん、あ僕もその回受けた。あらま一緒ですね。そう、一生難しかったよな。テキストに載っていないみたいなものが結構うわーってあって、なんで皆さん解けるの、はいはいはい、みたいな感じで、うんうん、ちょっとなんかこれって詐欺じゃないのみたいな、うんうん、これ合格できんの不安になりますよね。めっちゃ不安でした、うん、なんか準一級ならまだしも一級って身近にされてる人は本当によっぽど探さないと出てこないので、うんうんうん、いらっしゃらないので、うんうん、なるほど。本当に途方に暮れて、うんうん、会場にも1級受験者は本当に少なくて、確かに3級と1級の比率が、うん、閉園としてるんですよ。なるほど。本当に1級リピーターの方々の存在を知ったのはこの時で、うん、はいはいはい、受験者の方には本当にリスペクト、うんうん、リスペクトでしたね、うんうんうん、やっぱ1級受けてる人ってリピーターの方が多いイメージがあるからね。そうですね、まあ、実際そうだと思うけどね。そうですね、うん、リピーターが多い。チャレンジャーでももっと優しくしてっていうのは本心ですね。そう、入り込みがね難しいですからね、はい、最近はね。そうですよね、なんか泣かしますよね、うん、大学4年生の4月、うんうん、関係障害学習ネットワーク会初参加しました。はいはいはい。やっぱりなんか一級の強者の方々を目の当たりにすると、うんうん、自分質問していいのかなみたいな、なるほど、思っちゃう時があるんですよね、はいはい、でも視聴者の方々にも、うん、一級のチャレンジャーの方々が、うんうん、いらっしゃると思うんですけれど、うん、ぜひそこは一級リピーターを頼りましょう、うん、頼っていきましょう。皆さん力になってくれます、うん、むしろ聞いて世界が広がると思うので、ぜひぜひうん、私でしたりおっちーさんでしたり、そう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 、他の一級リピーターの方々とかにじゃんじゃん質問しちゃいましょう。そう、皆さんね親切に答えてくれると思いますんで、もちろん僕に聞いてもゆうさんに聞いても待ってます。待ってます。待ってます。カモン。やっぱりみんなが通る道なので、そう、悩んでたら聞いてちょうだい。ちょうだい。はい、
漢字関係歴大学4年生の10月、はい、平成30年の第2回試験から22歳の大学出て9月の令和1年の1月本業があったり、うん、やんやかんやで忙しかったのでちょっとブランクを作りました、うんうん、なるほど長いです22歳の10月令和1年の2月、うんうん、目標130点にしました、はい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 、ようやく1年のブランクを開けての再開しての初めての受験ですね、うん、なるほど130点取れればいいやって思っていたのですが、うん、いざ蓋を開けてみたら150点でした。おとりあえず目標達成できたとは思ったんですけれど、はいはいはい、けど、あとちょっとっていうのがそうだね結構ずっしりきましたね。確かにそれはちょっと重みがあるかもしれない。重かったです、うん、もうちょっとああしてればこうしてれば合格できたのかなって思うんですけれど、はい、やっぱりあのチャレンジャーの方々にも言いたいんですけれど、うんはいはい、時間が解決してくれます、うんうん、なのであの、うん、本当に無理はしないでいただきたくてご自身のコンディションを、うん、あの最優先にしていただければと思います。なんかね調子悪いって思ったら一旦漢字から離れてみるっていうのね一つの手ですから。それすごい有効ですよね。そう僕もそういう時期実際にあったから。えっおっちーさんもですか、うん、僕はねまあなんかうまくいかねえなってなった時に、まあ、ちょっと一旦漢字から離れて、うん、でそこから再開することによってモチベーションを取り戻したみたいな。あやっぱそういう時期が皆さんにもあると思うんで。いやーめっちゃありました。勉強っていうのは無理せずね自分のペースでコツコツと積み重ねていけばいいんですよ。なんならあの、うん、自分頑張った自分にご褒美で美味しいもの食べたり、うん、好きなことをしたりしていただいて、うん、そう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 。それがいい。ゆっくり焦らず楽しんでいきましょう、うん、楽しみましょう楽しみましょう。関係歴の続きですね、はい、22歳の2月 R1 の3、うん、はい私はいけないことをしてしまいます。集権傍受で書き間違えて、はい、なんと158点いけませんね。悔しいねこれは。いやしかも集権傍受、うん、あの1級配当なんですよ。1級配当だねですよね、うん、結構なんかこの後の勉強のこの会が終わった後の勉強会でも集権傍受集権傍受あー痛いところつかないでってなりましたねはいはいはい。でもこれが結構大きなターニングポイントとなって、うんある意味あの良くも悪くもいいきっかけだなって思ってます、はい、なるほど。なんか四字熟語大事だなとか、うんうん、基本大事だなって思って。そうだね。どうしても難しいあの熟語とか単語とかに目が行きがちなので、うんうんうん、やっぱり基本問題は取れるようにしたいなって思ったのがこれきっかけですね、うんうん、そうだねやっぱ基本は大事ですね。いやなんか取れない時の絶望感が結構強かったです、うんうんうん、やっぱ基本を大事にすることによって応用力もどんどん高めていけますかね。確かになんか難しいものも、うん、書ければすごい自信にはなるんですけれど、うん、基本は大事ですね。自分なんか一生受からないと思いました泣いてましたはい、23歳の6月、はい、R2 の1予定だったんですね。というのも、はい、新型コロナウイルスで中止になりました。なるほど。ちゃんちゃん R2-2この時、初合格をしました。お手応えもいつもと違ってあこれはいけるみたいな思いましたね。初合格しましたね。試験が終わった後の外の風がすごい気持ちくって、うんうん、なるほど。すごい清々しかったのを今でも覚えています。いいね。楽しかったです。楽しかった。それでどんどんリピーダーとしての受験を続けていきます。おー、はい、受験続けたら続けますよもちろんこれからも。いい、ね、23歳の2月 R2-3 175点、うんうんうん、はい。R3 の1、24歳の6月、174点、170ばっかり続いてますね。この時、ウギチクラの回、R3 の2、24の24歳の10月、難しかったです。はい、168点、24歳の2月、R3 の3、この前のこの前ですね。はい、177点、170が多くて、自分大丈夫かな、ちょっと頭一歩抜けたいなって思ってたんですけれど、なかなかこれが難しかったです。なんか結構その時が精神的に参っていて。そうなんですか。自分なんか漢検リピーターに向いてないんじゃないかなって思ったりもしましたまあね、無理せずやっていけばね、いいですからね。時間に任せましょう時間が過ぎることをね、待っているしかない。なんか問題もあるかなって思ったりします、うん、問題は難しいからね、最近は漢検はね難しいです、本当に、うんうん、リピーターに合わせてるような感じがしてなりませんねもっとチャレンジャーを思いやってもいいのではと。そうだな、チャレンジャーを思いやってくれ関係さん。思いやってくれ関係さん、お願いします。
誤解したいと思います。どうぞ。はい、あ、なるほど。ブワーブワー感じと戯れる、感じと戯れる、わっしょい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 わっ。僕の名はオッチーです。漢字系の YouTuber、 みんなにチャンネル登録してくれたら嬉しいな。みんなチャンネル登録よろしくね。